海洋気象部位海洋気象部位とは海面または海水中で自動的に海洋気象観測する部位漂流型と渓流型の二つに大きく分けられる海面を漂流しながら観測を行う部位様々なセンサーを装備しており自動的に観測した結果を人工衛星を通じて地上に送信するまた同時に 部位の位置を人工衛星を用いて追跡させれば、海流を観測できる。気象庁の漂流型海洋気象部位では、通常3時間ごとに、気圧、水温、波高、波周期のデータと部位の位置情報を人工衛星を経由して地上に報告されている。バッテリーの寿命が数ヶ月程度なので、適切な間隔で随時部位が導入されている。ただし、観測終了後、 回収が困難であるため、部位の材質はプラスチックではなく、環境に悪影響を与えにくい、アルミ合金である、フロートを投入する後継。2007年、漂流が高いよう観測部位の一種であるが、あらかじめ漂流させたい深度を決め、その深度において、漂流、観測を行う。現在のフロートは設定された時間ごとに海面まで、浮上し、自らの位置情報と、 浮上する際に得た海水情報を衛星を通じて地上に送信する。ARGO 計画ではパレス部位が3000個使用されており、10日ごとに浮上させている。設置された後もその場所に留まりながら観測を行う部位。シンカーで海底に固定され、異なる水深における水温や塩分濃度、流向き、流速、風向、風速、日射などを自動観測し、 人工衛星を通じて地上に送信する。漂流型と異なり、定期的なメンテナンスを必要とするため、コストの点では、漂流型より劣る。気象庁は1982年から2000年末までの20年ほど、日本近海の3点に軽流気象観測部位を設置していたが、コスト削減が最大の要因となったほか、衛星観測技術や漂流部位の発達から、 廃止されている。しかし、北米の太平洋地域では、ノアが10機近くを配備して、観測を続けている。赤道海域で、海洋研究開発機構が中心となって、トライトンブイを展開した観測が行われていたが、2021年6月14日に、最後のトライトンブイが、海洋研究開発機構の海洋地球研究船、未来によって回収されたことが発表され、 23年に、渡る観測網の運用が終了した。気象庁、漂流型海洋気象 V ロボット、流鉄を、海洋観測入門構成者構成閣、2002年。ISBN4 から769909586。海洋研究開発機構、トライトン V とは ?https コロンスラッシュスラッシュツイッタードットコムスラッシュフリート、ジャンステック、ステータス。 140件4232兆8956億5751万2964。四。ツイッター二2021年6月24日閲覧。ありがとうございます。